バスケットボールは昔50対50でやっていたらしい。戦争やないかい、戦争やないかい、普通にやってるだけで何人か死ぬわ。それはないか、50対50って大丈夫そう。てか100人でスポーツって大丈夫そう。稲葉物置は100人乗っても大丈夫そう。そらしと稲葉物置ってそう考えるとすごいんだ。あの金の四角の上で時代がそこにはあったんだな。すごいな、いないな、いなば物置。何の歌ですかこれは。バスケの話どこ行った。